新潟市近郊のバイパス網を表した路線図。新潟バイパス採用竹尾インターチェンジ、七区山 IC 間新潟東西道路は、新潟県新潟市西区から同県北貫原郡、青老町に至る地域公規格道路の名称。国道百十六号八号七号のバイパス道路として、当初から共用済みの新潟西、バイパス、新潟バイパス、新新バイパスの三道路と、 未共用の新潟西道路を含む形で指定された。本校では、地域高規格道路としての概要に加え、各バイパス道路についても記す。なお、新進バイパスのうち、地域高規格道路の指定には含まれない西路を柴田、インターチェンジ等の区間についても合わせて記す。1998年6月16日、当時の建設省は、 国道116号の新潟市西区秋田から新潟西バイパスのソワインターチェンジを経て新進バイパスの西楼柴田インターチェンジに至る延長 40km の区間を新潟東西道路として地域高規格道路の計画路線に指定したすでに同年3月の新潟西バイパスソワインターチェンジ高山インターチェンジ間の共用開始によって ソワイ島の延長3 6トルの区間は、全線が開通しており、同年12月18日付で、地域高規格道路の整備区間に指定された。一方、秋田交差点、ソワインターチェンジの区間は2007年3月30日付で、地域高規格道路の調査区間に指定され、新潟県も2011年11月11日付で、都市計画道路として、 計画決定を告示し、国土交通省により、新潟西道路として2019年度に事業化された。4路線は、新潟市近郊を南西から北東に従管する、新潟市内のバイパス網の中心角となる路線であり、全線が国土交通省が直轄管理を行う指定区間に指定されている。開通済み区間は、全線片側に車線以上かつ、 連続立体交差方式となっており、末端部を除き、他道路とは、すべて1から3キロメートルおきに設置されている、インターチェンジによって立体交差で接続している。通行量は全区間無料。案内上、地域高規格道路の名称である、新潟東西道路が用いられることはなく、道路標識や道路交通情報などにおいても、各バイパスの路線名、または総称して、 単にバイパスの故障が用いられる。以下、ソワから柴田方面に向かう下り車線を投稿その逆の上り車線を西行と表現する。新潟市西区、秋田の秋田交差点から、道区、ソワのソワインターチェンジに至る延長4 2トルの区間。国道116号のうち、秋田、ソワインターチェンジ間の延長4トルの区間の言動は、 平面に車線で近年は交通量の増大により渋滞が慢性化している。新潟市は市域内の道路網の機能強化と慢性的な渋滞の解消を目的に都市計画道路、新潟西道路として片側に車線一部連続立体交差方式のバイパス道路を整備する計画をすでに決定しており、国土交通省は2007年3月30日付で、 地域高規格道路の調査区間に指定し、新潟県も2011年11月11日付で都市計画道路として計画決定を告示し、2019年度に事業化された。原道の横に完成4車線、連続立体交差方式の本線を整備し、その後原道は速道として活用する予定である。バイパス生誕となるソワインターチェンジ。ここから、 西側は先日の新潟西道路の事業により立体交差化が予定されている。新潟西インターチェンジの構造。新潟西インターチェンジ、黒崎 IC 館は当初北陸自動車道として開通した。新潟西バイパスは新潟市西区、ソワのソワインターチェンジから道区山田の黒崎 IC に至る延長 8.6km の国道116号のバイパス道路。 1989年に最初の区間が完成し1998年に全線開通した。新潟バイパス、新進バイパスと異なり、全区間が自動車専用道路となっている。起点のソアイ,インターチェンジは、西区の市街地南西部に位置しており、同 IC の交差点部を境に、ソアイ西の国道116号本道と、新潟西バイパスとがそのまま直通する構造と、 なっている新潟西バイパスのうち、新潟西インターチェンジから黒崎 IC に至る区間は当初、北陸自動車道として建設され、開通した区間だが、北陸道の新潟市内への延伸工事、及び本バイパスの建設に伴って、新潟料金所新潟黒崎 IC の間に IC を設置し、北陸道とバイパスを分岐させた。そのため、新潟西インターチェンジ周辺は、 複雑な構造となっており、カーブが多い。2006年12月22日、ソワインターチェンジ、高山インターチェンジを4車線化する工事が完成し、これによって、新潟バイパス、新進バイパスを含む、ソワインターチェンジ柴田 IC の全線が4、車線以上となった。黒崎 IC までが、新潟西バイパスで、この先は引き続き新潟バイパスとなる。116号は、 黒崎 IC からは北側へ分流し、平成大橋、新潟県庁舎南側、千歳大橋などを経由して、市内中心部へ至っている。なお2008年3月31日までは、ソワインターチェンジから、西区内や、堺林地区、有明大橋、関屋などを経由して、市内中心部に至る市街地区間も、新潟にシバイパスと、 並行する形で116号に指定されていた。新潟バイパス、七草が IC 新潟バイパスは、新潟市西区山田の黒崎 IC から同市東区大型本町5丁目の海老ヶ瀬インターチェンジに、至る延長1 1 2 9トルの国道8号、及び国道7号のバイパス道路。1973年に全線開通し、現在は全区間6車線で共用されている。 当初、前線が国道8号の単独区間として建設されたため、国道としてはエビガセが、起点、黒崎が、終点に指定されている。ただし都市計画道路上は、起点が、黒崎、終点がエビガセに指定されている。新潟西バイパスと、新進バイパスの中間に位置しており、それらの路線と連続的につながっているが、黒崎 IC は自動車専用道路と、 一般道の境界となるため、注意を促す標識が設置されている。黒崎 IC を過ぎるとすぐ、新潟大橋で品濃川を渡る。新潟市中心部へは、明家インターチェンジ、桜木インターチェンジ、弁天インターチェンジ、四畜産 IC の4つのインターが利用できる。このうち市畜産 IC は、国道8号7号の境界となっており、市街地に向かう国の木バイパスと、 国道49号、亀田バイパスに接続している。四畜産 IC 先の四畜湖線橋では、新越本線、白新線をまたぎ、上には上越新幹線の車両基地へ向かう高架橋を仰ぐ。この四畜湖線橋前後の区間はカーブと起伏が連続しているため見通しが悪いことなどから、登校、採業とも車線変更が禁止されている。エビガ瀬インターチェンジまでが、 新潟バイパスで、この先は引き続き新進バイパスとなる。改良工事開通当初は、全線暫定に車線で、黒崎、ジョイケ、七畜山、竹尾、エビガセの各 IC も平面交差となっていた。開通以降、車線拡幅と各 IC の立体交差化を順次進め、1985年に全区間の6車線化と全 IC の立体交差化を完了した。 黒崎エビが狭は6車線だが、このうち後日の黒崎 IC の投降車線を除く、前日4カ所の IC は、本線が4車線分しかないため、特に朝、夕など、ラッシュ時には、ボトルネック渋滞が、慢性的に発生しやすくなっている。なお、投降車線の黒崎 IC 周辺では近年、ボトルネック渋滞の慢性化に加え、急な車線変更が原因とみられる。 接触事故が多発していたことなどを受け、国土交通省新潟国道事務所は、同 IC の投降車線の鼓動橋を1車線分、拡幅して、本線を3車線に改修する工事を2010年秋から実施して、同年12月20日に完工し、清流化が図られている。黒崎 IC 及び四畜産 IC では、交通誘導や安全性の向上のため、カラー連携表示が導入されている。 かつての建設省及び現在の国土交通省では、新潟、新進バイパスの交通円滑化と、黒崎 IC から東港 IC にかけて、道路施設の改修などを手掛ける、一般国道8号新潟バイパス、新潟地区交通対策を1986年度に事業化し、これまでに車線増強、線形改良、耐震補強、 インターチェンジの新設や改修などを行っている。交通量の多い黒崎、ジョイケ、タケオ、エビガセの各 IC のランプ改良や弁天、大谷治療 IC の新設はその一環である。桜木インターチェンジでは今後、ランプの車線構造の抜本改善が実施される予定である。また、市畜産 IC で接続する栗のバイパスでは、交通量増大等に伴い、 都市計画道路、モズ島ルート線及び地域高規格道路、新潟南北道路の整備の一環として、道バイパスを連続立体交差化する栗の木道路及び四畜山道路の二つの事業が進められている。これに伴い、現在一部平面交差となっている四畜山 IC の完全立体化をはじめとする大規模な改良が予定されている。弁天インターチェンジは前述の 新潟地区交通対策によって整備されたものだが、この国の木バイパスの改良事業の一環も兼ねて、先行して整備されたものである。青楼インターチェンジ付近新進バイパスは、新潟市東区の海老ヶ瀬インターチェンジから同市北区、北神原郡青楼町を経由して、柴田市奥山新墓の船入り交差点に至る延長 17.2km の国道7号のバイパス道路。新進は、 新潟と、柴田の頭文字を取ったもので、沿線各市町の都市計画道路としての名称は、新潟柴田バイパスである。新進バイパスのうち、西楼柴田インターチェンジ船入り交差点は、新潟東西道路には含まれていない。人市インターチェンジでは、新潟空港や日本海東北自動車道、新潟空港インターチェンジへのアクセス道路が整備、されている。 阿賀野川を渡る阿賀野川大橋の前後は、両方向ともカーブが連続する区間で、終日流れが良くない。競馬場インターチェンジは、JRA 新潟競馬場そばにあり、開催期間や重症競争の場外発売の際には、非常に混雑する。豊坂インターチェンジ、ハスのインターチェンジにかけては新型東高南側の工業地域に面する。この間にある、道の駅、 とよは、日本初の一般道路のパーキングエリアとして、開設されたもので、道の駅発祥の地として認定されている。聖路柴田インターチェンジでは、日本海東北自動車道に接続。柴田 IC は、柴田市の市街地北西部に位置しており、道 IC からは、新潟県道32号柴田停車場線の、柴田南バイパスなど、市街地方面へ向かう道路に接続する。 バイパス本堂の高架橋は、道 IC から大きく、北側へカーブして、船入り頂丁目交差点へと向かい、地上部で、柴田バイパスと合流。国道7号はここからさらに、村上、鶴岡方面へと至る。前線開通当初は、青楼インターチェンジと柴田 IC 交差点、船入り交差点は、平面交差となっており、しばしば渋滞が発生していたが、 西楼インターチェンジは1994年に、柴田 IC は2008年から2009年にかけて立体化された。また、ハスのインターチェンジ周辺では、近年、国道113号との総合間を往来する車両が多く、渋滞が慢性化していたことから、隣接するだいぶ、大きな IC の改良事業が進められ、2021年3月25日に完成した。 なお、福島カ放水路川口部の改作事業に伴い、豊坂インターチェンジ、東港 IC 間は1999年から国道113号、国道345号、新潟県道204号島見柴田線の重複区間として暫定的に指定されていたが、2012年3月29日の国道113号横取バイパスの供用開始に伴い、 前日三路線は道バイパスに指定変更された。1960年代、新潟市の中心市街地を縦貫していた当時の国道7号と国道8号はモータリゼーションの進捗に伴って自動車交通量が著しく増加し、渋滞が慢性化して交通事故も頻発していた。新潟市とその周辺の市町村においては将来的な産業活動の活発化と それに伴う、近郊部の都市化や宅地化等により、さらなる交通量の増加が予想された。こうしたことから、当時の建設省と新潟県、新潟市は、市街地を経由する通貨交通を郊外へ分離し、各幹線道路や、当時計画段階であった北陸自動車道などの高速道路から、市街地への自動車交通を円滑化するため新国道の建設を計画し、 1961年度から調査が開始された。当時の新潟市周辺の高速道路の建設計画は北陸自動車道のみで新潟市以北伊東の区間については計画がなかったため新国道はバイパス道路としてだけでなく新潟市以北への幹線道路ネットワークの機能を保管する道路として計画が進められた。計画当初は完成4車線 一部平面交差とされていたが、1960年代中盤の新潟市周辺では、1964年に発生した新潟地震の震災復興に関連する形で、国道49号の亀田バイパスや栗の木川の本流埋め立てによる道路、さらには、万代橋下流の有料道路、港大橋の建設構想など、新規の道路建設計画が相次ぎ、 さらなる交通量の増加が予想された。北陸地方建設局の土屋雷蔵は、日本にも必ず高速交通の時代が来る。将来の幹線道路網を支える道を作らねば、加工を残すことになる。と、立体交差を主張し、幹線六車線、全線連続立体交差という、当時の一般道路としては、異例の高規格道路として整備されることになった。 ルート選定においては、市街地に接近しすぎると、用地の取得や保証などに、多額の費用を要する上、騒音などの公害が生じる恐れがあり、また逆に離れすぎると、バイパスとの連絡道路を長距離にわたって整備する必要が生じ、アクセスにも時間を要することから、市街部南東部に位置する七畜山砂丘に並行しながら、新潟市エビが瀬から西神原郡、 黒崎村大和山田付近にかけて、ほぼ一直線に結ぶ経路が選定された。また将来のバイパス沿線の市街地下などを考慮して、新潟市側は建設省に対し、バイパス前線に速度を設置するよう要望した。建設省側は、新潟バイパスは当時としては高規格で計画されたことから、事業費の追加年出に難色を示したが、結局、保証労働としての速度は、 国が、それ以外の速度は、新潟市が用地を取得することになり、一般国道のバイパス道路としては、全国で初めて、全線速度付きでの整備が決定した。また、笠上げ部の森土には、概ね同時期に工事が、進められていた、新潟港、東港区と関屋分水路からの改作度が、活用されることになった。こうして1967年度に、 本格的に着工し、1970年にエビガセ市畜産館の暫定供用を開始。その後も交差点の立体化や車線像が進められ、1985年に新潟バイパスが全線完成。また1971年度には新進バイパス、1983年度には新潟西バイパスがそれぞれ事業化され、1998年に ソアから柴田までの全線が開通し、新潟市近郊を南西から北東へ循環する 37km のバイパス道路網が構築された。その後も交通状況に合わせ、車線像やインターチェンジの改造、新設、沿線の騒音対策のための車音兵器設置等、様々な改修が行われている。区名から始まるものについては、すべて新潟市である。 旧国道116号、国道289号旧国道8号、国道17号旧国道7号9国道113号、国道345号新潟西バイパスのソは、インターチェンジ黒崎 IC は、自動車専用道路となっている。道路上の案内標識は、緑色のものが使用されており、文字の書体は、ゴナが使用されている。 新潟に芝イパスの区間内には開通当初から歩道を設けていないため、全区間を自動車専用道路として共用している。一方、黒崎伊東の芝田 IC までの間は、新潟大橋、黒崎管理小道橋、阿賀野川大橋、新郷川橋、芝田川橋、東港インターシ、三菱橋の7カ所の橋梁部に歩道が設けられており、歩行者、 自転車の通行が可能となっている箇所があることから、一般道路の扱いとなっている。このため、黒崎伊東の道路上の案内標識は、青色のものが使用されている。ただし、これら橋梁部等を除く区間については、歩道が設けられていないため、橋梁部を除き歩行者、軽車両の通行はできない構造になっている。新潟、新進両倍パス角 IC の出入り口には、 これら2社の通行禁止を示す規制標識に加え、英語、ロシア語、ハングル、中国語などの外国語を併記した注意標識が設置されている。外国語を併記しているのは外国人の歩行者等に対応するためだが、設置の契機となったのは、かつて新型東港に出入港していたロシア船の船員が徒歩でバイパスに入り込み、走行していた車両に跳ねられる。 人身事故が発生したことによるもので、まず、東港 IC など、新進バイパス区間内の各 IC で設置が進められ、その後すべての IC と橋梁の歩道部に設置された。なお、新潟西、バイパス各 IC の出入り口には、自動車専用道路の規制標識とともに、注意事項を記載した標識が設置されている。閉記されている、外国語は英語のみで、標識表題部の 新潟西バイパスの下部にそれぞれ新潟ウエストバイパスエクスクルーシブカーロードと記載されている。新潟西バイパス、新潟バイパス、新進バイパスの3路線は開通以来一部区間を除くほぼ全区間が制限速度が時速 60km に設定されていた。このうち新潟西バイパスは自動車専用道路であることなどから 2007年4月2日正午から、ソワインターチェンジ付近昇進 IC の最高速度が時速 80km に引き上げられた。ただしソワインターチェンジ付近は平面交差が近接しているため、制限速度は時速 60km に、また昇進 IC 新潟西インターチェンジ間は短い区間の間に合流、分岐が連続する上、線形的にもカーブが連続する区間であり、 制限速度は、投校車線が時速 60km、採行車線は時速 50km にそれぞれ設定されている。また新潟バイパスと新進バイパスについても、警察庁が2009年、交通事故の危険性が比較的低い一般道路について、制限速度を時速 80km まで引き上げられる新しい基準を示したことに伴い、 国土交通省と新潟県警察が検討を進めた。結果、実際の交通実態に見合わなくなったことや、連続立体交差方式や中央分離帯の設置など、構造的に事故発生の可能性が低いこと、もともと建設時の設計速度が時速 80km に設定されていたこと、さらには朝夕のラッシュ時の混雑緩和につながることなどを勘案した上で、 制限速度を引き上げても安全を確保できると判断し、2011年10月15日から、黒崎 IC、三ヶ橋間の 28.5km の区間の制限速度を時速 70km に引き上げる措置を取った。これに伴って歩行者、軽車両に加え、原動機付き自転車、小型特殊自動車の通行も全面的に禁止された。 また、橋梁部の多くは、これまで歩道と車道を分離する防護柵、ガードレールなどが設置されていない箇所がほとんどであったが、未設置の橋梁部では、速度引き上げに合わせて、同年夏から、防護柵の整備が順次進められた。なお、三菱橋伊東はカーブと合流、分流が連続する上、平面交差が近接しているため、制限速度は、時速 60km のままである。 時速 70km の標識、ソワインターチェンジ昇新 IC 間は、通常時時速 80km だが、雨天、降雪、濃霧、台風などの好天時、事故や、工事などの時は、時速 60km の速度規制が行われる。新潟西、バイパス、新潟バイパス新新バイパス道路、情報ラジオ放送区間2010年12月から、 路側放送が行われており、桜木インターチェンジ、七畜産 IC の2カ所に局舎が設けられている。ただし、東日本大震災による節電の影響により、情報がない場合に限り、2011年7月から同年12月上旬まで、及び2012年4月上旬以降、放送を休止している。ただし電話での道路情報ラジオサービスは、 ラジオの放送休止期間中も通常通り提供している。新潟西、バイパス、新潟バイパス、新進バイパスの3路線のうち、特に黒崎 IC 竹尾インターチェンジの各インター間は全国の一般道路の中でも交通量が非常に多く、常に上位10位以内に新潟バイパスの区間がランクされている。国土交通省の1999年度、 交通量調査では、新潟バイパスの新潟市新東寺の平日昼間12時間あたりの交通量が約10万7500台をマークし、1997年の同調査に続いての全国第1位となった。また、同志女池が3位、同志竹尾が5位、同志鳥屋野が6位にランクインし、全国の上位10地点中4箇所を新潟バイパスの区間が占めた。また、 2005年9月から11月に行われた道路交通センサスでは3路線の各一地点を対象に調査が行われたが、新東寺では12時間あたり約10万5千台を記録し、第2位、竹尾でも約9万千台で5位、同市立物でも約6万8千台で9位に入り、全線を通してみても亀貝インターチェンジ競馬場。 インターチェンジで平均6万台以上を記録するなど、新潟バイパスが新潟市中心部の交通結節点として機能していることが顕著に現れた。大都市の道路は自動車の絶対量が非常に多いため交通量も多く、服装が発生しやすくなる。しかし新潟バイパスの場合は、それとは異なり、片側2車線以上で連続立体交差方式を採用するなど、 道路容量に十分な余裕があるため大量の交通を順調に裁くことができ、結果として単位時間あたりに一定の地点を通過する車両台数が多くなることが交通量そのものの増大に関連していると言える。このように新潟バイパスは新潟市近郊の道路交通の根幹をなす最大の幹線として長年にわたり機能している。だが当初は 都市間輸送及び通貨交通と生活交通との分離を最大の整備目的にしていたものの、バイパス各区間の延伸とともに、新潟市近郊の生活圏、通勤圏も徐々に拡大したことから、生活交通目的の車両の多くがバイパスに集中するようになり、結果として交通量は増大を続けている。こうした側面から、 一びバイパス上で事故や故障者等の交通障害が発生すると特に平日の朝夕、土曜、休日の昼間などにはそれらの影響による渋滞がバイパス上だけでなく接続する幹線道路にまで広範囲にわたって波及してしまうケースもしばしばある。交通量データ24時間交通量道路交通センサスより一部データを 抜粋して、作成国道116号一時改築区間、薪バイパス一時改築区間、新潟西道路、新潟西バイパスルート変更区間、国道289号ルート変更区間、新潟西バイパス原道、薪バイパス国道8号、国道17号、王の改良原道、新潟バイパス栗の木バイパス国道7号栗の木バイパス、新潟バイパス、新進バイパス、 柴田バイパス、ありがとうございます。